ウクライナ国海軍は、ウクライナ国の保有した海軍である。ウクライナ国海軍軍艦機ウクライナ国海軍は、ウクライナ国に先立つウクライナ人民共和国の海軍艦隊を受け継ぐ形で建設された。1918年4月30日に、ドイツ帝国軍がセバストーポリオ・ボリシェービッキから脱会すると、同地を根拠地としていた、旧ロシア帝国の国海艦隊の艦艇の大部分を、 主中に収めた。しかしながら、ウクライナ国は、ドイツ帝国の軍事力を背景にした政変で、政権も打ち立てたため、ドイツ軍部に対して、立場が弱かった。国会に駐留した、海軍艦艇の主要なものはドイツ帝国海軍、地中海艦隊に編入され、地中海へ持ち去ることを主張したが、この計画は、 第一次世界大戦の推移とウクライナ国政府の抗議によって実現せず、艦艇はウクライナ領内に止まった。ウクライナ国海軍では、国海艦隊を主力とする艦隊に加え、陸戦部隊である海軍不評、飛行艇などを装備した海軍航空隊が編成された。その後も同軍は赤軍などから艦艇を奪取するなどしてその勢力を増していった。 ウクライナ国政権は、ウクライナ人に大変評判が悪かったため、人気取りの一環として、海軍艦艇の名称のウクライナ化を実行することとなり、9月17日、まずはじめに公用包棺クバーネツがザポロージェツに解消された。しかしながら、同年12月にドイツ軍が本国の敗戦により、ウクライナから撤退すると、後ろ盾を失ったウクライナ国の元首。 パウロー・スコロパード・シクイは亡命、ウクライナ国は崩壊し、国会にあった、ウクライナ国艦隊は、イギリス・フランス連合の革命艦将軍に、接収された。それらの艦艇は一時イギリス海軍に編入されたが、後に多くは、南ロシア軍に引き渡された。1918年秋の時点土球戦艦前、土球戦艦、旧艦隊総甲艦、軽巡洋艦、防護巡洋艦。 補助巡洋艦、水蒸気巡洋艦、水蒸気輸送艦。ありがとうございます。